あの神様が帰ってきた。宮古島島尻集落で10月5日と6日、パーンクプナハが3年ぶりに開催されました。午後5時、泥だらけの3体の神様が現れ、子供たちや人々に泥を塗り始めます。一行はまず集落の本家ムトゥーヤーを訪れ、宴会中の人たちにご挨拶します。こちらは皆さんの知り合いのようで、1ミリも容赦はありません。続いて多くの人たちが待ち構える集落内に入り、3体に分かれての鬼ごっこが始まります。パーンクに泥を塗られると1年間の無病息災が約束されるとされており、子供たちの健やかな成長を願う親子連れが多数会場に訪れました。もっとも小さな子供たちにとっては今はただの恐怖体験かもしれません。子供たちのみならず、会場を訪れた人は全員塗られます。大臣さんも、テレビレポーターも、なぜか真っ白いワンピースで来たお姉さんも関係ありません。乗っかれた。そしてお待ちかねのこの方も。神様は今年も国家権力に勝利しました。疲れたのか休憩です。回復しパワーアップしました。万博者は徹底的にやられます。パーンクは基本1回ずつ動きますが、挟み撃ちに遭うとも。日が暮れてきました。集落内は街灯が少なく、暗闇に浮かび上がるパーンクはなお一層不気味さを増します。パーンクは屋内にも土足で上がります。観客は基本公道以外立ち入り禁止ですが、窓を全開にして公開してくださるところも数軒ありました。午後7時半の購買店前、本当にすごい人出です。人口300人の集落に数千人が訪れ、たった3回のパーンクで泥を塗るのですから、本当に大変な祭りです。おちょめに記念撮影にも応じます。午後8時ちょうど、パーンクは時報と共に闇へと帰っていきました。本当にお疲れ様でした。